みんな、カミツキマオです。五稜館学園のアプリコットレグルスというグループでアイドル活動をしてます。マオ、うまくできるかすっごく心配でビクビクしてるけど、精一杯頑張るから応援してほしいです。趣味はダンスで、練習は欠かしてません。記憶力にも自信があって、毎日魔王のことを応援してくれるファンのみんなを思い出してます。それじゃあみんな、魔王のことよろしくお願いします。いい仕事しました。完璧なアイドル像っていうやつですね。あの、普段の神月さんと全然違う様子ですけど。アイドルたるもの、猫の一つや二つ、三つや四つ、かぶっているものですって。もっと自然体の方が魅力的だと思いますよ。それにですね、一応学生という自分にこういった面を作ってしまうと、いろいろ後悔をしてしまうのではないかと。ということは撮り直しですか？そうできれば。わかりました。ここは先生の顔を立てて、なるべく普通にやりますね。そうしていただけると嬉しいです。ではカハン、マオイズナンバーワンです。トップアイドルはマオのもの。だからそういうのもダメですって。アプリコットレグルスをスターダムに押し上げることこそ、マオの使命であり、トップアイドルへ至る道なんです。そのためにも、一人一人が努力を積み重ねなければいけません。聞いてますか、お二人とも。うん、聞いてるよ。マオちゃんは元気だよね。それにすごく高い目標を持ってていいと思うよ。そうだね、真央ちゃんがしっかり目標を持ってくれてるから、いろいろ助かっているよね。あ、ケーキ食べる？まあそれほどではありますが、ケーキもらいます。はですから、真央だけが先に進んでも仕方ないわけで、先輩たちも一緒に努力しないとだよね。気持ちを一つにしないと。お茶どうぞ。ありがとうございます。あれ、どこまで話しましたっけ。気持ちを一つにってところまでかな。そうですね。ですから、グループの一体感というのはとても重要で。ってカオル先輩はなんで魔王の頭を撫でてるんですか。お、ついかわいいなって思ったから。まあ、魔王を子供扱いしないでください。渚先輩ってスタイルがいいですよね。どうした、やぶから棒に。あ、いえ、身長高めで立ち姿が綺麗ですし、スラッとした様子に加えてバストなども肉感的なので。かすみ先輩もすごいですが、渚先輩はモデル方面として良いなと。そうか。まあ、モデルとしてはあまりバストやヒップがありすぎると
それはそれで着こなしがしづらいのであまり良くないですけどね。ああいうのはバランスが大事ですからこの裏切り者を。どうしたいきなり。当てつけですか。当てつけですね。マオが子供体型だと判断しての狼藉でしょう。ひどすぎます。私としてはいきなり突拍子もない難癖をつけられている方がひどいと思うんだが。すみません、取り乱しました。ああまああれだ、あれ。マオはほら可愛いと思うぞ。そりゃあマオの国はそこですからね。可愛らしさを取ってしまっては何もできません。でもいいですか、だからといって子供扱いは許せないんです。マオは高校生ですよ。皆さんと1年2年しか変わりませんよ。なのにたまにもっと小さい小中学生か何かだと勘違いされてる気がするんです。さっきはついその鬱憤が出てしまいました。なるほどな。ところで魔王、何ですか。明かりを見ててちょっと気になってたんだが、魔王を抱きしめてみてもいいか。あと抱っことか。やっぱり子供扱いしてるじゃないですか。いつまでもあかり先輩に唐突に抱きしめられるだけの魔王だと思わないことですね。うむむ、腕を上げたね、魔王ちゃん。当然です。魔王だって日々成長しているんです。この間だって 0.1 ミリくらい背が伸びた気がします。このままいけばそのうちにきっと希望的にはグラマラスなレディーになっているはずです。ほぼ確定的未来です。それじゃあ魔王ちゃんの抱きしめ感がなくなっちゃうよ。魔王抱き感が限界だよ。そんな謎なんだに知りませんから。そっか、一日一魔王抱きが日課だったのにな。だから何ですかその謎の日課。魔王ちゃんの探してた掘り出し物のアイドル DVD持ってきたのにな。あの、あかり先輩、それはどこに。今ここにあるよ。ああいいよ、まおちゃんにあげるね。はい。本当にもらっていいんですか。当然だよ。マオちゃん確保。にゃー、釣りましたね。マオを、マオの弱点をついて。でも DVD をあげるのは本当だからいいでしょ。確かにそうですけど、ちゃんの抱き心地がいいのが悪いんだよね。こう腕の中にすっぽり収まる感じで、あと頭の上に顎とか乗せちゃって。あ、やっぱり子供扱いじゃないですか。あう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 。頭の上に顎を乗せたまま
ませんね。これはこうするしか。いや、おもちゃばかりじゃないですか。これなら少しくらいいいですよね。うんうん、完璧です。あとは気づかれないように振る舞えば。真央ちゃん、何してるの？あかり先輩、いつの間に。今来たばっかりだけど。真央ちゃんコソコソしてるから気になって。そこって私の棚だよね。あ、おもちゃで遊びたくなったとか。それならそうと言ってくれれば。あれ、おもちゃがどかされてる。私の領域にアイドルグッズが。バレてしまっては仕方ありません。この場所は魔王がもらいます。なんで。魔王のアイドルグッズが多くなりすぎて、魔王の棚では収まらなくなったんです。あかり先輩はおもちゃしか入れてませんし、この場所は魔王が有用に使わせていただきます。もう、なんでそんなにアイドルグッズ持ってきてるの？いや、だって結構レアなやつですから。本当かな。本当ですって、見ればわかります。これは確かにレアものだね。わかりますか、あかり先輩、この良さが。うん、こう見ると大事なものばかりだね。そうなんですよ、宝物が増えるばかりで。お疲れ様って、なんだ？ずいぶん散らかってるな。なぎさちゃん、聞いてよ。このグッズすごいんだよ。マオが苦労に苦労を重ねて集めたアイドルの生写真なんですよ。わかったわかった。後で聞くよ。それよりも、片付けだな。片付け？なぎさちゃん、捨てちゃダメだよ。渚先輩、ぜひともコジヒを。お前たちは私を何だと思ってるんだ。とりあえずアイドル用の資料置き場でも作って、そこに片付けていくことにしようと思っただけだよ。棚の上ならまだスペースもあるだろ。渚先輩、ありがとうございます。知らなすぎです。どうしたの、まおちゃん、お菓子食べる？あ、はい、いただきます。これ美味しいですね。そうなんだよ、最近これにハマっちゃって。これはハマるのも…違います。危うく話をそらされるところでした。あかり先輩はアイドルなんですよ。それなのに知らないことが多すぎます。アイドルというものは自らの強みを研究し研磨していかなければならないんです。そのためには1分1秒も無駄にはできないんですよ。限られた時間をどのように使うか考えてますか？おお、何ですか、その気の抜けた返事は。いいですか、マオは自分を高めるためにいろいろしてるんです。マオが使ってるシャンプーはイオ先輩を CM に起用したあのシャンプーです。化粧水だってあのサザさんのイリス商事のものです。これ評判がすごくいいんですから。おお、シャンプーは CM に起用されてからイオ先輩も使い続けてるらしいですよ。マオちゃん頑張ってるんだね。そうですよ、あかり先輩も気を抜かないでください。でもその商品を使うのは自らの強みを生かすことになるの？それはイ
思ったものを参考にするのはいいんです。おお、なるほど。ないのですが、いや、むしろ最高級と言っていいでしょう。それでも、しかし、すべてが足りているとは言い難く。何をさっきからブツブツと言っているんだ。姿見を見て話していると、なんか怖いぞ。ああ、魔王の後ろに立たないでくれますか。当てつけですか。当てつけって、ああ、もしかして身長のことか。何の気もなしに言わないでください。渚先輩は身長が高いからわからないですよ。魔王のこの苦しみが。でもな、身長が高くて得なことってそんなにあるか。そういうところが低身長の心をえぐるんですよ。確かに身長は小さいかもだけど、そういうところが可愛いんじゃないかな。自覚しているからアピールも頑張ってるよね。かすみ先輩までいじめですか。そんなに変なこと言っちゃったかな。確かに確かに魔王は可愛いです。いえ、もう世界一の美少女と言っても過言じゃないです。大した自信だな。でもないんですよ。かすみ先輩にあるものが魔王には全然ないんです。かすみ先輩は立ったまま自分のおへそが見えないくらいあるじゃないですか。見えないこともないよ。そんな気休めいりません。魔王は何の抵抗もなく見えるんです。もはや八つ当たりだろう。それはある人にはわからないんですよ。ある人には見ててください。今に渚先輩もかすみ先輩も超えてみせますから、負けませんから。というわけでですね、アイドルである以上、常日頃視線というものには注意をしておかなければいけないんです。いつ何時ファンが見ているかもわからないですし、パパラッチの危険だってあるんですよ。あ、それはわかるかも。アコちゃんのことだよね。あ、これおいしい。いや、間違ってはいないんですけど、アコ先輩とは違うっていうか。というか、何食べてるんですか。これ、いや、お饅頭だよ。食べる。あ、いただきます。じゃなくて、あかり先輩は真面目に人の話を聞いてますか。聞いてるけど、よくわからないから。なんでですか。まったく、本当に自覚あるんですかね。それにしても真央ちゃんは本当にアイドルが好きだよね。当たり前です。アイドルとは希望、アイドルとは夢、アイドルとは愛。お茶の間を沸き立たせ、人に噂され、ファンを熱狂させる、まさに地上で見れる星がアイドルなんです。魔王はそんなみんなの目を引きつけて輝くアイドルになるためにですね。
から話を聞いてくださいってば。はあ、本当あかり先輩はダメダメで気が抜けていると言いますか、あれはあれであかり先輩らしいアイドル像なんでしょうけど、マオはマオでマオらしいアイドルを目指さなくちゃいけないですしね。あかり先輩はあの調子だからいいとして、かすみ先輩はあのほんわか雰囲気で一定層の人気は確実ですし、カオル先輩は実力がずば抜けてて地の人気が高い、なぎさ先輩はあのスタイルに絵になる雰囲気、はあ、身内といえどライバルが多いです。さて今日のノルマ頑張らないとですね。こうですかね、いやこの角度の方が映りがいいですかね。ラブリーパワー注入なんて、もっと足を上げて際どくても見栄えのいいポーズで、パワー注入、ハートを打ち抜いちゃうぞ、はあ、いい仕事しました。しないで、私もやりたかったからやっただけ、お礼を言う必要なんてないわよ。はい、でもありがとうございます。ということはアマネッチはこういうプリティ路線に実は興味があったと。で、うわっ、高峰アコ、ひしし、実は結構ノリノリだったってことだよね。私はそのアイドルとして当然のことをしただけで。あまねちゃん、すっごく可愛かったよ。もうキラキラしてた、お姫様みたいだった。いやだからね。そうそう、このウィンクしながら投げキスのところなんか超プリティなのだ。これは売れる。何撮ってんのよ、削除しなさいよ削除。やってたのは事実だし、我ながらベストショットだと思うのだ。うんうん、あまねちゃんの投げキッス、ハートが射抜かれちゃったな。あんたらね。でも本当あまねちゃん可愛かったよ。あんなにフリフリな衣装着て
キャピキャピしたあまねちゃんが見れるなんて、私生きててよかったな。あかり先輩、そうそう、あのターンのところ、ターンのところのスカートをふわりと持ち上げて、ふいっとかかとを上げて振り返ってからのスマイル。あかり先輩、あれなんかもうすっごくキュートで、あかりっち、あまねちゃん普段からもそういう格好してようよ。次の取材があるから、さらばなのだ。うん、あこちゃんずるい、一人にしないで。私もちょっと用事が。あかり先輩。はい。ちょっとお話があります。はい。そこに座ってください。私は二人のステージに感動してね、テンションがね、上がっちゃってね。いいから座ってください。だいたいあかり先輩はですね、すぐに暴走しがちで、人の気持ちを無視して。はい、はあ、この子たちが絡むと結局こうなるのね。マオチンの描写員、すっごくかっこよかったもんね。そうですか。うん、悪の帝王ゲスネークからマナを助けてくれた時なんて、ほんとかっこよすぎだったよ。それほどでもありますけど。そうそう、だからサインもしてあげればよかったのに。ですね、ショーの時以外はみんなの前にいたくなかったんです。え、どうして？子供たちの夢を壊したくないからです。魔法少女ピュアシャインはピュアシャインのままでいてほしいんです。なるほど、ちょっとわかる気がするんだよ。マナも魔法少女ピュアハートがお花見で酔っ払ってあぐらかいたりしてたらがっかりなんだよ。そういう感じです。でもショーの後のファンサービスもみんなの夢を叶えることになるんじゃないかな。え、だって大好きな魔法少女がすぐ近くに来てくれるんだよ。手を握
握ってくれたり、自分のために何か書いてくれたりするんだよ。そんなのドキドキしちゃうよね。確かに。ほら、まだステージの方から子供たちが呼んでるし、言ってあげたら大喜びしてくれるんじゃないかな。わかりました。マオ、行きます。マオチ、本当はサインとか一度してみたかったですし、とってもアイドルらしくて憧れで、今まで頑張った特訓の成果見せてあげます。ノートだろうと、マオがしっかりサインしちゃいます。あ、どうしたの、ノーチー。うちの妹です。気が抜けてたせいで、うっかり本名を。まずいです。このままじゃ子供たちの夢が。まあそのおかげでなかなか、いや結構
後はいい感じになってきましたし、全部魔王のおかげですけど、ともかくまだまだ時間はあるし、のんびりのんびりしようっと。やだ、めんどくさい。お母さんに悪かったかな。でもこのぬくぬくは魔王を堕落させる。一年のうちの数少ない連休は旧魔王で、これをたがえるわけには。こんにちは、あかりです。魔王ちゃんいますか？どうもすみません、急に押しかけちゃって。そういうあれじゃないですけど、この魔王の姿を見られたら、せっかく積み上げてきた魔王の信頼や理想的アイドル像が。いいんですか？じゃあお邪魔します。魔王ちゃん、遊びに来たよ。ほら、あかり、はしゃぐな。でもしてるけど大丈夫か？大丈夫です。正月だからといって怠けられないので、ちょっと運動していただけですから。さすが魔王ちゃん、真面目だね。当たり前じゃないですか。魔王は一度って自己計算を忘れませんからね。そっか、でもせっかくのお正月だし少しは遊ぼうよ。お邪魔するね。はっ、あれ、魔王ちゃん、前に立たれると入れないんだけど。そうですね、お邪魔します。魔王ちゃん、何やってるんだ二人とも。先輩とカオル先輩はどうしたんですか？ああ、二人とも忙しいみたいで、ちょっと予定が合わなくてな。だから今日は三人だけだよ。そうですか。せっかくですし、外で遊びましょう。マオちゃん、なんか隠してない？隠してません。でも、どことなく服装が乱れてるが。気のせいです。ああ、そうか。ともかく出かけますよ。さっさと、すぐに、早急に。魔王ちゃん、押さないでってば。問答無用です。宿題も忘れるんじゃないぞ。分かってるって。じゃあまた明日、バイバイ。さて、私も帰るとするか。あの、渚先輩。ん？どうした？少しだけ疲
てくれませんか？ああ、大丈夫だけど、どうかした？そういえば今日はずっと様子が変だったな。先輩にバレンタインのチョコを渡したくて。え？チョコを私に？渚先輩ではないですよ。真央にとって憧れの大先輩である女性アイドルグループの一つ、セプテントリオンのチョコお渡し会ってイベントが今度あるんですが、本番で緊張しないようチョコを渡す練習相手になってもらえないかと思いまして。なるほど、事情は飲み込めたが、なんで私なんだ？別にあかりやカオルだっていいだろうに。渚先輩が一番先輩って感じがするんですよ。こうキリッとしてますし、それにしっかり向かい合うとなんだかドキドキしちゃう感じがして。分かったような、分からないような。お願いします。そんなに時間はかからないので、マオのチョコを受け取ってください。わかったわかった、私でよければ相手をするよ。ありがとうございます。では、マオ、なんで離れていくんだ？近づいていくところからやりたいんです。思った以上に本格的だな。まあいいけど。はい、行きます。ああ、どうした？先輩、ずっとずっと憧れていました。先輩のこと大好きです。これ先輩のことを考えて愛を込めて作ったチョコです。先輩、甘いのそんなに得意じゃないってこの前言ってたのを聞いて、ビターなやつにしてみました。お口に合えばいいんですけど。ありがとう、嬉しいよ。受け取ってくれるんですね、マオの気持ち。もちろん大切にするよ。よかった、嬉しいです。これからも先輩のことを応援。勘違いするなよ。いや、私は忘れ物取りに来ただけだから。 お気になさらず。そうです、今のはですね。あったあった。それじゃあごゆっくり。あと、お幸せに。やっぱり誤解してるじゃないか。違うんです、あかり先輩、話を聞いてください。この後マオたちは必死であかり先輩を追いかけ、なんとか誤解を解くことができたのでした。渚先輩、本当にごめんなさい。